ラジオキング。Called it.Give me that money. Well, you missed all the action, so...
Why is she making those noises?買い出しご苦労。君の帰りを待っていたところだ。見ての通り依頼人がやってきたんだね。こんにちは。こんにちは。ん？ジュルリ？君は何を言っている？こちらは依頼人の上白優子です。それでは上白優子さん、今回はどのような調査をご依頼ですか？はい、私の父について調べてほしいんです。上白悟さん、上白エンタープライズの前社長ですね。はい。昨年お亡くなりになった。自殺だったと報道されていましたが。違います。違うんです。お父さんは自殺なんかしない。あ、すみません、大きな声を。いえ構いませんよ。それでなぜ自殺ではないと？何か確証がおありですか？確証はありません。だからこそ調査を依頼したいんです。なるほど、ごもっとも。手がかりはおそらく先日調査していただいた山科誠。彼は昨年まで上白の研究員でした。父の死と時を同じくして退社し、そのまま行方をくらましてしまった。それで山科が父親の死に関係していると考えた。はい、直接関係はないとしても父の死についてきっと何かを知っていると。我々に山科誠のことを調査させたのは今回の件を依頼するためですね。あなたは我々を試した。再び依頼に来たということは無事試験に合格したわけだ。すみません、信用できない人が周囲にたくさんいるような気がして、つまらない小細工を、その失礼しました。いや、素直に答えていただけたということは信頼していただいている何よりの証です。お父上の調査引き受けましょう。ありがとうございます。ちょっとすみません。もしもし。はい、いえ特に問題は何も。はいはい。違います、私一人です。わかりました、すぐに戻りますから。リエさんは本社で待っていてください。では。すみません、休養ができました。そのようですね。調査は休んじて我々にお任せを。よろしくお願いします。では。これはかなり大掛かりな調査になりそうだ。本腰を入れて当たらねばな。
うまくすれば神城の過去や内部事情も暴くことができるだろう。又吉刑事にもご足労願うとしようか。では調査を進めよう。私は再度山科誠の情報を洗い直してみる。その間君はもう一度山科誠の自宅を訪ねてみてくれ。新しい事実が出てくるかはわからないが、ま、ダメ元だよ。ダメ元、うん、ダメ元か。いや、すまない、大したことではないよ。ダメ元、父がよく使っていた言葉でね。ご存知の通り、ダメで元々が略された言葉なのだが、彼はこう言っていた。ダメでも友と、これを略した場合ダメ友になるのではと疑問に思っていたものだが、なかなかどうして粋な趣のある表現だと思わないか。そう深く考えるものでもない。それこそ無粋というものだ。さて、無駄話はこれまで。調査を開始してくれたまえ。Wait, what was I supposed to do?